相変わらず風は強いし若干の雨模様ではありますが、また来たよ今日こそはというリベンジでございます。はい、和歌山マリーナシティ、黒潮市場および、ポルトヨーロッパやってまいりました。中を見ていきたいと存じます。まあね、雨パラパラ降ってる、パラパラ降ってるけど土砂降りではないなと、雨予報でねちょっとビビったんですけどね。さすがにやってるよね。でこの黒潮市場くっつきのこの駐車場に停めると、なんか黒潮市場で、お買い物したら、駐車料金割引あるっていう風に書いてあったんですが、その割引のない一発500円ぽっきりの駐車場がもう一個先にあって、そっちに停めました。っていうのもまあ黒潮市場でね、なんか食べるとは思うんだけどなんかなーってね、何もなかった時にね嫌だなって思ったんでね。はい、入園無料です。行きましょう。でれれれ人心を惑わすな、はい、というわけで、ポルトヨーロッパで、和歌山マリーナシティポルトヨーロッパでございますけどもいやこう本当あれだね、すごいね、若しいだねこれ和歌山 DC だねこれ。写真だけ投稿したらバレないんじゃね トレジャーストーン研究アトラクションもちゃんとあるね。いやー、地味に雨降ってなく降りそうで降らないっていう感じでよかったな。風はある。インターナショナルシアター、なんかいろいろ VR 系のやつかなやってんねあ、波動系だ、波動系のアトラクションと VR のアトラクションがあるみたいですね。なんだろうこれ、ハイダイブって書いてある。あー、分かったぞ、ハイダイブこれだろ、奥にあるこれだろあー、なるほどね。ちょっとだけこれだけ乗ってみてもいいかなっていう気はするね。せっかく来たんだしね。じゃあハイダイブってこれいくらなんだろうね。多分あれなんだろうけどね、いくらなんだろうハイダイブアトラクション料金表。久々だな、こうやって一個一個支払うタイプのやつね。あれ800円ですね。だったらいいかな、だったらちょっとやってみようかな。800円ならよかでしょう。これが唯一なのかな、スリルを求めるタイプの大人でもまあ楽しめそうなやつがこのハイダイブなんで、とりあえずこれ行ってみちゃおっかな、ね、今雨も上がってるし今のうちだな。よし行ってみよう。ハイダイブ800円、これで買うのか。800円券1枚 OK。 はい、800円券を購入しまして、待ち時間ゼロでハイダイブ、まあ、一応濡れるっぽいんで、ポンチョが売ってるんですが、イージス来てるんでとりあえず大丈夫でしょう。行ってみましょう。誰も待ってないからもう来たらやろうかみたいな感じで、こうは、はい、ハイダイブ乗り終わりました。濡れ具合を発表します。はい、まあ、濡れ具合としちゃこんなもんですね。まあまあ濡れるけど、まあそうだね、イージスにかかれば全然なんてことはない。もっとびしょ濡れになるかと思ったけど、ね、ジュラシックパークより濡れないです。そんな感じ。下も全然だね、下も全然濡れてません。まあ場合によっちゃね、ドプンって使った時の波が内側からこう巻き込む波、あれが膝にかかるっていうのがメインなんですけど、場所によってはねいっぱいかかるかもしれません。一番のでっかい、ラストドロップのスプラッシュではこんなもんです。
はい、そんなわけで和歌山マリーナシティのハイダイブ乗ってみましたけども、感想としてはそうだな、面白い、面白いよ、うん、すごい面白い、すごいかまあまあ面白い、はい、ジュラシックパークザライドなんだけど、ジェネリックのねなんだけど、なんだろうな、ジュラシックパークのその面白いところっていうのは、大落ちの部分ってまさにその大落ちの部分じゃないですか、うん、そこだけを切り取った感じあ、いや、ほら、ジュラシックパークって要はこのね、一番最後のさ、この部分、この部分にいろんな、ここに行き着くまでの間にいろんなストーリーがね、ジュラシックパークってあると思うんですけど、そういうところを一切合切、できる限り削ぎ落として、切り取って削ぎ落として、上がっていくのと、まあ、ちょこっとそこに行くまでの道なりと、これだけにしたやつです。はい、サクッと楽しめてね、こういうのをやりたい人、これだけやりたい人は、いいです。おすすめです。はい。こんな感じ。橋の側を歩いてきたので、マリーナシティの方の遊園地ゾーンか、行ってみましょう。はい、カーニバルエリアだね、うん、まあこのカーニバルエリアは、まあ、いわゆるリア充どものスクツと申しますかこういう感じよね、もう見てわかんじゃん、こういう感じ、ね、いいよね、この見てわかる感じね、ディズニーとかユニバーサルとかじゃないねもう置いてあるし、あ、もう挙動わかりますねっていうこの感じ、すごくすごく僕は好きです。はい。うん。わかんじゃんっていうね。こういうやつこういうやつっていうね。うん。対してこう体験しなくても、あ、はいはい、こういう感じねってわかるっていうのはね、いいですね。茨城県にもね、この上根遊園地、上根公園っていうのがあるんだけど、それに近いものを感じるね。カーニバルゲーム。こうやって見るとね、もう空いてるは空いてる、まあ、もちろん平日だからなんだけど、空いてるは空いてるけど、それなりにちゃんとお客さんいるのは面白いよね、いいよね風強えな、まあ、ぶっちゃけお客さんより従業員の方が多いまで多い説まであると思うけど、あ、シナモンだサンリオのね、シナモロールの、シナモロールのコーヒーカップですよ、シナモンカフェ。半券もの、半券もの。これ遊園地にありがち。ね、いや、一応奥の方まで歩いていきますか。なんか若干ね、もう、なんだろうね、従業員さんのね、スタッフさんの視線を感じるんだよね。それがちょっと心苦しいというか。すいません遊ばないのにこんなとこまで来てみたいな、そういう申し訳ない気持ちになぜかなるね。いや、いいんだけどさ、無料、入場無料なんだから大手を振って歩けばいいんだけど、なんかちょっと申し訳ない気持ちに なぜわ、売店やってない、わ、売店やってないよ土日限定かな、うん、こういうとこのやつちょっと好きなんだけどな、山芋とイカのとろろ焼きとかうまそうじゃん、こういうの好きなんだけどな、こういうところにね、やっぱりね、基本となるようなメニューってやっぱあると思うんですけど、そういうところにぶっ込んでくるこういうのだよね、山芋とイカのとろろ焼きとか鶏天とかね、こういうので、地域差っていうのはね出てくると思いますよ、うん、いや、しかし風が強いね、やばい、めっちゃ風強い、あひゃー、誰か乗ってんのかな、ツインドラゴンが動いてる、もうさ、もう飛ばされちゃってんもん、いろいろ、ほら、これツリーの装飾じゃねえのいろいろ飛ばされちゃってんもんな、もうここはやってる、黒沢牧場か大丈夫か、あれ肉巻きタワー、拡大します、大丈夫かこれ、肉巻きタワー、何タワーかな
はいはいはい。これあれかな、雨上がりの、やっぱ人乗ってないな。人乗ってないから、あれだな、雨上がりちゃんと、運行できるかどうかのブレーキチェックを兼ねての試運転かな。ね。まあ、その割にはこの、こいつやってなかったけど、その試運転的なこと。なんなら私が試運転までありましたけど。そうなんだよね。やっぱ大落ちのところはさ、みんな人に見せたいわけだから、ね。まあ、大落ちのところはっていう言い方したから、じゃあ大落ちじゃないところがあるのかっつうと、そうで、そうじゃないんだけど、大落ちしかないんだけど、ね。ジュラシックパークとかね、途中でね、高落ちと中落ちがあるけど、これはないですね。大落ちのみです。はい。これさ、見れるんだよね、こっから。風が強い。強風に注意です。スマホが飛ばされないよう、スマホもそうだけど、己が飛ばされないよう、強風注意。風強え。おお、怖い。この橋をこの風強い中通っていくのすげえ怖いんだけど。はい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 。あー、で、ここで待ち構えてると、これが見れるのか。なるほどね。はいはい、注意看板ありますね。水しぶきがかかります、ご注意くださいと。そう、ここで待ってると乗る人がいれば、まあ、落ちてきますというところですね。はい。で、まあそんな感じの場所なんで、当然ご家族連れとかが、まあ一組二組いまして、この辺でね、私をね見てたんですよ。私見られてました、この辺で。で、見られてて、わー楽しそうなんてね、言ってたんで、そこでこう、バッとね、バッと手をこう、手を広げて、これぐらい濡れますって教えてあげるっていう優しさですね。はい。で、それをもとに、行くかどうかっていうのは判断してくださいという感じです。はい。まあまあ、思ったより濡れないし、そんなに、ハラハラ感というか恐怖感もないので、まあまあ、いいアトラクションですね。サクッと800円で体験できるんだったら、だいぶいいアトラクションかと思われます。はい。じゃあ残りのところ、街並み、こっちのね遊園地じゃなくて、これとヨーロッパの方のね、街並みをね、ちょこちょこっと見ていって、この動画を閉じることにいたしましょう。はい。ポルトヨーロッパのね、ポルトヨーロッパの方散策していきましょう。実際ね、どうかなとは思うけど、このさあ、感じ。ここにこうね、フォト台があるじゃないですか。で、ここにこの台を置くとこうなんですよね。いや、ディズニーシーだよね。ほらほらほら、ディズニーシーだよ。もう、だってほら、もう、こうだもん。ディズニーシーですね。ディズニーシーです。わー。和歌山ディズニーシーですね。なんか。園芸屋さんだ。おしゃれい。おしゃれい。登っていく中、ここになんかあるんだけど、これなんだろうね。登っていくのここから見れるんか。すげえな。落ちるところもそこから特等席見れるし、すげえな。ほんでこれなんだ。やってねえな。カリフォルニアコートって書いてある。なんかやってたんだろうな。なんか。スーパーハウス丸出しであるもんな。ちょっとこっち行ってみましょうか。いいよね、この路地感すごくいいと思います。モンテカルロって書いてる。モンテカルロってそんながっつり堂々と書くことなのか。あ、いいね、この小道感はディズニーシーある感じだよね。あ、もうほらほら、この小道感、もうほぼほぼこれはもう和歌山ディズニーシーですよ。皆さん、いいっすね。映えちゃうんじゃないのこれ。フォトスポット台がね、ありますよ。ちょっとここからね、どういうフォトが
いけるようになってるんかっていうのを皆さんに見せましょうね。はい、あー映えちゃう、あーダメ、これは映えちゃう、あーサムネだ、これサムネだ、はい。ああいいですね、 VR アトラクションはね充実しておりますので、やっぱ、ね、アトラクションのそのマシン的なこと、ああいうお家があるようなアトラクションとかさ、ジェットコースタータイプのやつとか、そういうのってさ、あの土地が必要じゃん。でも VR のアトラクションで土地いらないんだよね、そこだと思うんだ。でも実際遊んでみると VR アトラクション楽しいしね。お、みんなゲーセンがあるぜ。お土産屋さんかな、このメルカド。大丈夫か。ハワイアングッズが盛りだくさんとかあるんですけど。ハワイアングッズなの？そうなの？和歌山は。ヨーロッパのなんかしらとかじゃねえの？ほら、ゲームコーナーがありもう。ありもうす。あ、カニだ。久々に見たカニ。ああ、ほらほらほら、この間のほら、あの断念した動画で言った、ここがゲームコーナーだったんだね。和歌山ディズニーシーですよ、というふうに言った場所だね。ああ、なるほどね。こっち側になんか入り口みたいなのあんのかな？こっち側から入れるとこあんのかな？この間来た時は、ね、さすがに休園日だったんで閉じてましたけど、こっち開いてっかな？開いてないか。開いてないね。開いてないね。ああ、なるほどね。開いてないですね。ってことは、じゃあ入退園ゲートはあそこの一箇所だけなんだ。ああ、なるほどね。了解、了解。あ、これから行けそうな気もするけどね。ここいい。ほらほら。みんな、リトルマーメイドだよ。アリエルだよ。わあ、さすが和歌山ディズニーシーだ。リトルマーメイドもおりますね。もうこれは言い逃れできないぐらい和歌山ディズニーシーですね。あー、ほら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 、船の舵輪を模したね、東西南北のコンパスがあります。これは和歌詞。はあ、さて、あ、閉じられてるんだ、こっち。なんかさっき上の方から行けそうなところあんねって思って見てたんだけど、はいはいはい、この門はポルトヨーロッパ閉園30分前に閉まります。全然やってる時間だけど普通に閉まってるね。ま、本来お客さんが多いと黒潮市場からわーって来ることも考えてのこの通過ルートなんだろうね。はい、アドベンチャーもありますね。本日のショーの開催はございませんと。あ、ショーとかやるんだ。ホールがありますね。なんだ、ちょっとズームします。あー、戦隊ヒーローだね。戦隊ヒーローのショーをやってたんだね。そういう感じか。ヒーローショー系か。なるほどね。ああ。え、ちょっと待って。和歌山マリーナシティってプリキュアショーあったよな。それか。ここでやるんか。ああ、なるほどね。プリキュアショーやるときに見に行きたいな。いや、でも遠いな。和歌山マリーナシティ。わざわざ来るのかどうなんだっていうね。そこだよね。それだけの情熱が、そのコンテンツにあるかどうかが試される。ね。私はちょっと近くないんで来れませんけど、近かったらまあ来てもいいのかな。ああ、そう思うね。やっぱ距離だね。距離って大事。わざわざ茨城から来るところかって言われると、あのちょっと疑問を投げかけるね、私は。はい、そんな塩梅でございました。というわけで、これが大体全部です。和歌山ディズニーシーの大体全部です。ご覧いただいた皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。まあ、和歌山近辺にお住まいの方でしたら、まあ、知っ
知らない人はいないんじゃないかなと思いますが、うん、観光で和歌山に来た際に、まあ、ちょこっと立ち寄って、そんなにお金使わないポイントなんでね、入園無料だし、駐車料金も黒潮市場でご飯食べれば、無料になるし、1時間かね、そうだね、1時間、1000円食べたら1時間無料になるし、天然温泉もあるんでね、温泉入ったらそこからプラス2時間無料になるし、ね、で、アトラクションも、まあ、こまごまとした子供さん向けのアトラクションを楽しむとそこそこお金かかっちゃいますけど、このね、スプラッシュ、ヤマンテンを楽しむ分には800円で済みますんで、非常にね、コスパのいい場所です。コスパとタイパのいい場所。タイパいいのか？まあ、待ち時間もほぼかかんねえしな、うん。っていう感じですね。私はそう思いました。はい。まあ、和歌山、観光のついでに、まあ、ちょっとね、記念に寄ってみるぐらいでいいんじゃないかなと思います。で、夜になるとね、また、別チケットが必要で、このフェスタルーチェっていうイベントをね、期間限定でするみたいな、ね、こういうのがあるときで、これ目当てっていうのも、うん、ね、きらびやかな世界見に来るのもいいんじゃないでしょうか。はい。よし。ほんならば、お腹空いたんで、黒潮市場でご飯食べて、帰りたいと思います。はい、続いて黒潮市場行きましょうか。言うてお昼時なんでね。おお、サマータイムレンダーだ。サマータイムレンダーって和歌山なんだね。わー、すごいな。おお、マグロ推しだね、黒潮市場。いい匂いがする。いろいろあるね。あ、ホタテのバター醤油、これか。700円、1個700円。うん、まあ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 のパワー。この手のね、観光市場だからな、これな、完全に観光系ですね、うん、テーマソングまであるし、ガチ市場というよりは観光市場ね。ガチ市場、なんだこれ、気になるな。熟成マグロステーキ、マグロ皮ジャーキー、これぐらいなら食べてみてもいいかもな、うん、熟成マグロジャーキー、皮ジャーキー細切り猫用、猫用猫用あ、人間用ではねえんだな、あくまで犬猫用なんだな。普通に食いたいと思っちゃったマグロ加工品ね。お、マグラーがあるね。加工品目立つね。そういうゾーンなのかな。生鮮品はないのかな。もうちょっと生鮮品がいっぱいあってくれると面白いんだけどな。お、カツオジャーキーが、こういうのはいいかもな。海鮮丼か、黒潮市場。あ、こっちに浜焼きのバーベキューの席がありますね。はあ、はあはあ、なるほどなるほど。ただまあ一人で来てるんで海鮮丼ぐらいでいいかなと思うんですけど、焼きマシュマロうまそう海鮮食えや。海鮮丼ね、あ、メニューありますね。うん、まあまあまあ普通か、普通だね。お値段の方は、あ、まあまあまあ良くも悪くもっていうところか。だいたい1500-1600円ぐらいだもんね。良いもので2000円ぐらい、うんうん。ブリ丼が1600円で数量限定ではありますが、写真では 1,2,3,4,5,6 切れ、ブリ6切れ入ってるね。ブリ6切れ乗ってる。1,600か、うん、そしたら100プラス140で海鮮3食にした方がいいのかな、うん、
ブリだけを楽しみたいっていうのは若干あるね。本当にブリかなっていうのも含めて、うん、わあ、和歌山マグロ生しらす丼。なるほどなるほどね。残酷焼き名称昔からそうなんだろうけど、ちょっと名称がね。ラミョンもありますね。ああでもこういうのいいんじゃない。アワビのガーリック塩スープパスタ。え、海鮮丼より絶対こっちの方が面白そう。これにしてみようかな。海鮮丼はね、どこ食っても大して変わんないっていうのあるじゃん。でもこういうのなかなかないよね、うん、ちょっとこれにしてみたいと思います。はい、じゃあ塩スープパスタちょっといただいてみましょうかね。これは箸で食うのが正解なのかな。一応フォークもあったんだけど、これはそばと同じように箸でズルズル食うのが正解な気がして並んで、イタリア人の方ごめんなさい。いただきます。うんうんうん、うまい。で、あ、やっぱりアワビはね、殻から外れてないよこれ。食べづらい。ちょっと頑張って外します。はい、アワビの身がね、殻から外れてなくて若干大変だったっていうのがあるんですけど、いや外してみたらな、小ぶりなアワビかと思ったらすげえでっかい。びっくりした。こんなでっかいんだね。いつも切り身でしか食べないからさ、丸のままかじりつくことなんてめったないからびっくりしちゃった。じゃあちょっとアワビいただいてみます。もう、ああいいね、アワビだね。海の香りが、海の味がする。うん、うまいうまい。歯ごたえもすごいしっかりしてるし、でやっぱりこのパスタはね、こうやってあの五右衛門スタイルで食うのが、うん、いいっぽいです。うん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 、うん、うまい。アサリも、あ、いいですね。美味しい美味しい。うん、これは1680円、ボリュームもかなりあるんでね、納得ですね。これはいい買い物をした気がする。うん、はい。でこのガーリック塩スープパスタの方がだいぶオイリーな感じなので、キス店の方はね、塩でいただくのが、まあ、正解かなっていうふうに思います。いただきます。うん、うんうんうん、揚げたてではないんだけど、まあでも普通に美味しいね、キス店。うん、4尾で620円という値段が若干安いか高いかと言われたら高いかなって気がするけど、まあまあでもうまい、うまいっす。うん、うん、ボリューム的にはこれかなり満足で、超お腹いっぱいになりますが、んー、これで2300円、高いと見るか安いと見るか、皆さんコメントお待ちしております。食べ進めていくうちに気づいたんですけど、このガーリック塩スープパスタね、ガーリックの味付けがかなり強いですね。なので例えばこのね、アサリであるとかね、アワビであるとか、うん、貝類が入ってはいるんですけど、その味っていうのが、まあ、ほぼほぼガーリックに打ち消されてる感じですね。うん、まあそれを悪い方向と捉えるんじゃなくて、いい方向と捉えるんであれば、さっきね、アワビの肝の部分食べたんですよ。で肝の部分って貝類の肝って
あの苦手な人結構いるじゃないですか、苦味がとかさ、その苦味が打ち消されてて、あの美味しく食べられましたね。だからアワビって食感がすごく強い食べ物なんで、食感アワビの食感は好きなんだけど、どうもやっぱ味がねっていう人は、あのこれいいかもしれません。美味しい。いや食べた食べた、うん、さて塩スープパスタの名の通り、多分これこのスープをこのレンゲ使ってね飲んでいくんだと思うんですけど、ご覧いただけますかね、わかりますかね、オイリーなんですね、すごいオイリー。あーもうめっちゃオイルがこれオイル飲むようなもんなんじゃないかなってちょっと思ってます。はい、例えて言うならペペロンチーノの残りの汁をこうちょっと飲むみたいな、そんなねちょ勇気ある行動って感じがするんですけど、うん、パスタに絡めて食ってる分にはうまかったんだけど、これ単体で飲んで大丈夫なのかな。ちょっと一口だけいただきます。うん、あーまあ貝の出汁とニンニクの香りと、まあ、あとは塩っていう感じですかね。うん、ガツガツ飲んでね、例えばここにご飯を突っ込んでリゾット風にしてガツガツ飲んじゃおうとか、そういう感じじゃないな。ちょっと僕は遠慮したいな。何よりすごいオイリー、もう食ってるそばから口の周りが油ですっごいベタベタになってきます。うん、ちょこれだけ食べてね、今回はこれで終わりにしたいと思います。今ちょっと物は試しということで、これを天ぷらの、あの漬けだれ漬け汁に見立てて、今ちょっとお行儀悪いんですけどやってみたんですね。そしたらこれがね、これが結構いい感じになるね。うん、キスの天ぷらって本来すごくまあ薄味で淡白なもんだと思うんですけど、それがこの残り汁をつけて食べることによって、でまずね味がね一気に洋風なものになる。うん、うん、うまい。このつけ方正解だったかもしれん。ごちそうさまでした。美味しかった。うん、なんだかんだ言いながら食べましたけど、結局美味しいです。うん、値段相応、うん、お値段以上とは言わないけどお値段相応ですね。美味しかったです。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう、またいつか会いましょう、またねー。